11代、伊藤伝七十一代、伊藤伝七十月から1960年6月26日は、三重県四日市市出身の実業家。三義鉄道社長や、東洋盆石会長、島電鉄社長、貴族院議員等を歴任した。十代目、伊藤伝七のおいで養子。1878年10月に十0代目、伊藤伝七の弟、伝平の子。 英二郎として生まれる。十代目、伝七の自助席の夫となり、伊藤家の家督を相続して十一代目、伊藤伝七を襲名する。1899年に高等商業学校を卒業した。1910年7月に、三義鉄道株式会社の創立委員長となる。藤原学に、 セメントの原料となる石灰岩があることに注目した、浅野セメントと小野田セメントの2大企業が、原料の確保とセメント製品の陸上運搬のために、鉄道敷設を計画し、藤原鉄道と稲部鉄道の2つをそれぞれ候補名にして、鉄道敷設免許の申請を昭和2年度に三重県に提出した。地元四日市の有力者の伊藤電七の仲介によって、 両鉄道の構想が一本化されて、三義鉄道株式会社と解消することが決定し、初代社長には伊藤伝七が就任した。1939年12月東洋防疾会長に就任。1941年5月に、貴族院多額の税勢議員に選出された。1947年7月には、三義鉄道の社長となる。 在会のその他の養殖には、島電鉄社長となる。宝石産業の発展に貢献し、四日市市内の中小企業の育成にも尽力した。四日市市内の産業の近代化と、軽工業から重工業で転換する工業化を推進した。近代都市四日市市の先駆けとなった宝石など、繊維工業を発展させた、仙台、伊藤電七の哲学や理念を継承して、 宝石工業、高工業を育成した。資材を投資して、三義鉄道の近鉄と大木西藤原駅間の日本横断鉄道の開設計画を実現させるなど、北西地方の交通運輸の発展に貢献した。長期間にわたり、四日市商工会議所会頭としての重積を果たした。四日市市内の中小企業の育成に力を入れ、四日市市立商工学校の建設など、 四日市市の教育産業の育成や文化産業に発展に力を注いだ。1959年9月21日に四日市市によって四日市市名誉市民に推挙される。ありがとうございます。